皆さんこんにちは。ククルスドアンの島最高ジャパンサイファーの J です。新たに公開された機動戦士ガンダムククルスドアンの島のクリップ映像では、細かすぎる戦闘シーンの作り込みがありました。アムロのニュータイプ的な才能が発揮されているシーン、実は3つありました。そして最強と言われるドアンのステルス殺法などなど解説していきます。なぜアムロはドアンの接近に気づけたのか、そしてなぜドアン族は装甲の分厚いガンダムのシールドを一撃で切り裂けたのか、皆さんは気づきましたか？それではクリップ映像の解説考察をしていきましょう。まず最初のシーンはドアン島に着陸するガンペリー。このシーンで会話しているのはなんとジョブジョンですね。ここでゲーが細かいのはガンペリーのコクピットが作り込まれているということ。ちゃんと窓の形がガンペリーなんですね。ククルスドアンの島ではガンダムのコクピットやガンキャノンのコクピット、いずれも設計が違うので、こうした内装のデザインに注目すると面白いですね。そしてもちろん胸アツシーンはガンダムが立ち上がるシーン。これはまさにサイドセブン、ガンダム第一に立つのオマージュですね。しっかりガンダムの排気口もプシュッと言いますし、ガンダムが第一に立つ駆動音も再現されています。ここで注目したいのはククルスドアンの島の音です。歩行音一つとってもガンダムとザク、ガンキャノン全て違うんですね。ぜひもう一度注目して映像を再生してみてください。お次のシーンはガンダムとガンキャノンを遠くから見つめる謎のカメラ、そうドアンザクですね。ここで注目したいのはドアンザクがいる場所です。よく見ると山肌が険しいところに潜伏しているということがわかります。おそらくはザクで這いつくばっている状態で、ザクの物合いを使って索敵しているんですね。これガンダムとガンキャノンはそっぽを向いているので気づかなくても、ガンペリーに乗っているジョブジョンは物合いの光に気づきそうですけどね。まあいずれにせよドアンが島の地形を活用しているということがよくわかりますね。次のシーンではアムロは島に足跡を発見します。もちろんこれはドアンの罠なんですね。自分を探しに来るモビルスーツを罠にはめるための罠にアムロはまんまと引っかかってしまいます。また注目したいのはガンダムの動きです。まずガンダムが島に降り立った時、アムロはガンダムのシールドを逆手持ちにしていました。この逆手持ちはオリジンでいうところのスタンダードな持ち方ですね。しかしアムロはこの足跡を見つけた瞬間、シールドの向きを持ち替えています。そう、アムロはここでニュータイプ的なセンスを発揮してガンダムを戦闘態勢にしているんです。さすがアムロ。まだこの段階ではニュータイプとして覚醒しきっていないので、その片鱗をぶっ込んできているんですね。めちゃくちゃ細かいです。ガンキャノンのシーンではカイが畑を発見してブライトさんに怒られるシーンがあります。ここでカイも報告に失敗、ブライトさんも怒って電話を切ってしまいます。これは軍人としてあるまじき行為ですが、カイは17歳、ブライトは19歳、冷静な報告が難しい年齢ではありますね。ちなみに私が驚いたのはホワイトベースのシーンです。ここでちゃんとブライトの声がホワイトベースの広い環境で響き渡っています。こうした音の演出が非常に細かくて素晴らしいですね。お次のシーンは子供たちがカイのガンキャノンに石を投げるシーン。このシーン皆さん気づきましたか？そう、岩を投げるドアンザクのオマージュですね。岩を投げるドアンの魂を子供たちも受け継いでいるんですね。そして気になったのは子供たちの発言です。カイの期待に対して人殺しと言っています。これどういう意味なんでしょうか？おそらくは連邦軍とジオン軍の戦闘に巻き込まれて家族や近い友達を失ってしまった過去がこの子供たちにはあるのでしょうか。ほんの一瞬の一言ですが、どういう意味を持つのか気になります。お次のシーンは足跡に気づいて怪しむアムロ。ここでアムロは2つのニュータイプ技を披露しています。まず1つは盾の持ち替えですね。敵の気配を察知し戦闘態勢にしています。もう1つはカイの通信を切ったことです。ここでアムロはカイの通信を切った理由は、敵を探すための外部の状況や音に注目するためです。カイの無駄話なんて聞いてる暇はないんですよね。しかしドアンザクは足音なしにガンダムに忍び寄っています。これはなぜでしょうか？アムロは通信を切っていますし、ドアンザクの足音は聞こえるはずです。ですがよく注目して聞いてみると、外の天候は大雨に雷、さらにドアンザクをよく見ると足先の部分が改造されています。おそらくは音が出にくい素材に改造しているんでしょうか。それに加えて雷に雨ですから、アムロは音に頼ることができなかったわけです。そして最後にアムロはドアンザクの存在に気づきます。アムロは何か警告音が鳴ったわけではないのにハッと気づいている。これはまさにニュータイプの勘ですね。というか後ろのカメラガンダムについてないでしょうか。今時の車でもついてませんね。そして始まるガンダムとザクの勝負。この勝負非常に作り込まれています。まずアムロはドアンザクに襲われた時ヘルメットを締めています。これはアムロのダメムーブですね。敵に奇襲された時ガンダムをまず操縦するのではなくヘルメットに手が行ってしまう。そのためドアンに対する対応が遅れています。ここはアムロがまだ未熟であるということを示すシーンですね。さらに一番最初のシーンではドアンザクがガンダムを押し切っているシーンがあります。これなぜでしょうか？ガンダムの方がパワーに優れているはずですよね。でもドアンザクがガンダムを押し切ることができたのはドアンザクが加速の法則を利用していたからですね。ドアンザクは飛びかかってガンダムを押し切っています。そしてその後立場が
逆転するのはガンダムのパワーが活かせていたからですね。さて次のシーンではドアンザクのヒートホークが超頑丈なはずのガンダムのシールドを切り裂いています。これなぜでしょうか。画面をスローで確認するとドアンザクはこの攻撃を2つのテクニックで強化しています。一つは助走をつけることです。もう一つは腕を大きく回すことで刃のスピードを上げること。ドアンはこの2つの勢いを借りることでガンダムのシールドを一撃で両断させています。ガンダムのシールドの材質はガンダムの本体と同じなので、これはすなわちドアンザクは必要条件が揃えばガンダムの装甲を十分に貫けるということです。まさにこの格闘テクニックはモビルスーツの格闘戦技術ですね。もう一つ光るのはアムロの武器を捨てるテクニックです。ガンダムのビームライフルやシールド、格闘戦に不向きと見るとすぐさま投棄しています。こうした判断の速さ、さすがアムロですね。まあ武装全部失った状態でホワイトベースに帰るとブライトに怒られそうですけどね。お前ガンダムのビームライフルどこにあったんだとね、怒られそうですね。ここでガンダムはライフルとシールドを失ってしまうので、以降この島ではビームサーベル主体で戦っていくということが予想されますね。以上が機動戦士ガンダムククルスドアンの島クリップ映像で発見できた細かすぎる小ネタオマージュテクニックでした。ぜひ他に気づいたことや発見できたことがあればコメント欄で教えてくださいね。閃光のハサミ並みの作り込みなのでククルスドアンの島を見るのが非常に楽しみです。皆さんは映画館に見に行きますか？ぜひ教えてくださいね。私はもちろん見に行きます。今日も動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。